それでは時間となりましたので、ここからは2人の講師による対談形式でお話をしていただければと思います。それではお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、1時間ちょっと2人で話をさせていただいて、聞くばっかりでちょっとあんまり結構退屈した部分もあったかと思うんですけど、ちょっと皆さんからもですね、質問を受けながら進められればとは思ってるんですけど、まずなかなか質問してくださいって言っても質問しにくいと思うので、ちょっと私も照井さんのお話を聞くのは今日は初めてだったので、ちょっと私からですね、いくつか照井さんにですね、ここ面白いなっていうか思ったところからちょっと話を聞ければと思うんですけど、まずこれですね、EC サイトネット販売を成功させるためのポイントで EC サイトの方程式がありますっていう話ですね。で、売上はここにある通り、アクセス数かけるコンバージョン率かける客単価が売上になりますですよね。で、これ具体的に言うと、例えばアクセスが1万人あって、コンバージョン率っていうのは要は買ってくれる割合ですよね。率ですね。率ですね。これは1%。1% 結構高いですけどね。で、だいたい客単価が5000円だとしたら売上50万です。これさっき私の方で説明したこの売上っていうのが KGI ですね。ゴールになるわけですね。だこれはもう皆さんでどこを目標にするかっていうのは決まってくると思いますし、例えば最初は月5万でもいいやっていうところで達成したら次10万、20万、30万、じゃあそれが何ヶ月後なのかっていうのはその会社が決めていくってことですね。で、このあたりが KPI、パフォーマンスの部分なんで、じゃあアクセスを増やすためにどうしたらいいかっていう話になってくると思うんですけど、これをこう決めていくのはどういうふうな感じで決めていくかっていうのはどうですかね。はい、そうですね、これ別にこう決め方に正解があるわけではないと思うんですけど、コンバージョン率は厳しめに見た方が正直いいかなと思うんで、さすがになんか 10% 20% 近いにすることはないかなと思います。客単価のところは多分皆さん割とイメージ湧くんじゃないかなと思っていて、自分たちの商品サービスどれくらいなのかと、普段どれくらい買ってくれてるのかとかですね、そもそも商品の定価いくらなのかとかあると思って、そこをベースにやっていくのがいいかなと思うんですけどね。それであとはどれくらい月間で見てくれる人たちを何人目指すのかみたいな感じかなと思います。で、この今数字をやっぱり意識するのが一番重要なんですけど、じゃあこの数字とかをどうやって把握するかっていうところで、結果的にはこのアクセス数っていうのは Google アナリティクスとかに頼らないと出てこないってこと。そうですね。あとはどこのプラットフォームを選択するかにもよりますけど、自社で開発してやるんであればアナリティクスとかは当然必須になってくるかなと思いますし、それ以外例えばベースとかですね、いろいろありますね。GMO 関係のやつもありますけど、そういったところの機能としてもし出てくるんであれば、そこをちょっとベースにやってみてもいいと思います。例えばなんか今もしすでにオープンされているんであればですね、今実際これぐらいだなと、じゃあここからちょっとストレッチしてここ目指そうかなという設定でも悪くはないと思います。だから売上になこの売上設定どうするかって、掛け算掛け算なんで、ここはそういう数字を把握しながらやっていかなきゃいけない。でここの客単価の部分は自分たちでコントロールできる話なので、じゃあ高いものを売りたいのか安いものを売りたいのか、ある程度売れているものにするのかっていうのは、やっぱり店ごとに決めるしかない、ね、そうですね。で、それからいくとですね、じゃあ何が重要かっていうと、このターゲット設定っていうことになると思うんですよ。で、これターゲット設定のところで、まさに誰に向けての商品サービスなのか、商品の独自性とか特徴とか強みは何なのか、でここもちょっと固い話を私の方からしましたけども、やっぱりみんな情報を求めていて、で情報の中で自分たちが売りたいと思うことを売りたいですって言わずに、なんていうか買ったら得しますよっていうような姿勢がすごく重要だと思うんですよ。はいはいはい。得にも結構いろんな解釈があって、楽しいでもいいかもしれないし、美味しいでもいいかもしれないし、そこのお客さんの体験側の何ですかね、そことの本当の価値っていうのも
価値ですよね。だからそこの価値をどうするか、じゃあ今自分たちが作っているものとか提供しているものがどの世代に合うのかとか、男性向けなのか女性向けなのかとか、どこの地域の人なら合うのかとか、お金持ちの人の方がいいのか、まあ、ある程度のボリューム層なのかとかっていうようなことがターゲット設定になっているんですね。で、ここがやっぱり一番重要だと思うんですけど、ここをもうちょっと詳しめに。はい、そうですね、まあ、ここのあたりは、まあ、皆さん商品あると思うんですけど、なんかそれの、いいところ、まあ、悪いところもちょっとあれですけど、ちょっとなんか他よりはちょっと他と同じか、あるいはちょっと弱いかもな、まあ、そこのポイントをしっかり自分で理解してできているのかなっていうところの再確認のために入れたスライドでもあるんですけども、まあ結局何ですかね、その自分の商品サービスみたいなところをお客さんに伝えるときに、うちはこれが優れてます、まあそれが味なのかもしれないし、価格なのかもしれないし、なんか別のところかもしれないけども、まあそういったところをこれ私たちの商品はこれですよっていうのをしっかり自分たちで言えるようにしましょう。で、まあ、そこがあるからこそ、その価値がですね、お客さんの手元に行った時に、こういうふうに、まあ、お客さんが楽しめるとかですね、あるいは何かお客さんが課題が解決できるとかですね、こういったところまでしっかり考えていただきたいので、まあ、私ですね。だからこの辺はその EC に取り組む前とかから強みを意識してやっていかなきゃいけない、まあ、ここがそうですね、ここに書いてあることですよね。そうですね、まあ、そもそもこう皆さんやっぱり自分たちで、ね、商品作られていて、なんとなく作ることはさすがに皆さんないと思うので、やっぱりここがこだわりがあると思うんですね。これ絶対、なんか味わってほしいとか、絶対大切に使ってほしいとか、そういうの絶対あると思うので、まあ、そういったところからやっていきましょうよという感じですね。ちょっとまあここはEC から離れるんですけど、例えばもう西条市さんでいくと、まあ、私も今関わってますけど、西条市さんすごく今移住したくなる街みたいな感じになってるんですけど、でもよく考えてもらいたいんですけど、3年4年前に誰もそんなこと思ってないわけですよ。誰も西条市のことを知ってるわけでもないし、そんなことはなかったわけですよね。じゃあなぜそうなったかっていうと、結構裏側の話として西条市がその、まあ、いろいろやってきて、数もちゃんとさ移住者の数を抑えてとか、移住者向けにそのいろんなサービスをしてっていうことを地道にやって、それがまあ評価されて、ランキングで1位になりました。でそうすると外から見てる人からすると全く変わるわけですよね。だから他のもう全国つつ裏裏の町が一生懸命移住しませんかって言ってるんだけども、ただまあメディアとかそういうところが西条市はすごくいいところですっていうふうに取り上げると、どんどん来てみようっていう話になる。で来たら来た人に対してまた行政の人たちもしっかり対応して、またそこで移住してくる人がいるから、その移住してきた人が口コミでっていうふうになって、今そういうブランディングになってるっていう、まあ、一つの例だと思うんですよね。だからそこはもうネットの世界でも同じで、皆さんがやっぱり一生懸命作ってるもの、愛情を込めて作ってるものの、じゃあいいところは何なのか、他とどう違うのかっていうようなところは、まずやっぱこれもう EC とは EC 以前の話としてしっかりやらないといけないことで、まあやればですね、ただそのこれテレビさんでも来る前に話してたんですけど、これ地方に行けば行くほど意外と SNS とかも、まあ、まだまだやっている競合が今多くはないんですよね。東京とかそういうところと比べると。っていう意味でいくと、例えばですね、Google とかの検索もそうなんですけど、エリアによって同じ検索ワードでも出てくる時は全く違うんですよ。例えば肉料理っていうことでレストランで言ったら、当然その地域の人に一番行きやすいような店が表示されるようになってるんですよ。ってことはまだまだ例えば愛媛県内とかでそれなりの その検索の順位を取っていくっていうのは頑張ればできる話ですよね。あ、そうです、そうですね、はい、そのあたりは本当にこうなんか積み重ねというかちりつぼだなというふうに思っていて、着実に情報を出していくことによって、しっかりヒットするようになったりとかですね、あれは結構なんていうんですかね、まあチャンネルもいろんなチャンネルがあるんで、
例えばそうですね、なんだろうな、まあ西条市でなんか美味しいものを食べたいって言った時に、まあそうですね、まあなんか魚なのかそれとも肉なのかっていう時とかに、そうですね、なんかそこのところで、しっかりこう情報発信してる店と全く情報がない店みたいなところでやっぱ変わってくるかなと思いますし、そうですね、あとやっぱり他のお客さんが第三者の目線でコメントしたりとか、ね、投稿したりとかしてると、やっぱその辺りも信頼感につながってきたりというのもあるので、なんですかね、そのお店がしっかり出すということと、お客さん側にもしっかり、ね、出してもらうみたいなところも、ね、この仕組みみたいなところを意識できるより理想かなと思います。まあ、でもだから残念なぐらいもう本当にもうみんなある程度その Google とかSNS のプラットフォームにコントロールされてるっていう部分は意識してやっていくしかないかなと思って、刻一刻とやっぱりツールも変わっていってるので、例えばまあうち今中学2年の娘がいるんですけど、一緒に今東京に行った時に、じゃあどっかで何か食べようかって言った時に、まあ今の若い世代が SNS インスタとかで検索していくっていう話は聞いてたんですけど、もう中学生ぐらいだともはや TikTok から入るんですよね。 TikTok で動画を探して、これ見てこれめちゃくちゃ美味しそうじゃない、この動画でバーってやってで、ここ行こうっていう話になる。だからそれぐらいもう何ですかね、もう Google 検索すらしないっていう人たちも増えてきてる。で印象だけで動画とか画像で決めるっていう意味だけど、じゃあ画像すごく作り込まなきゃ、昔はもう本当にちゃんとそのカメラで光当ててカメラ撮ってっていうことをしてたんですけど、もはや今そういうことしてるところ少ないわけですよね。だからスマホでいかにうまく作るか撮るかみたいな話っていうのは、まあこれは次回に撮っておくとしてですね、はい、やっぱそういう時代になってきてるんですよね。そうですね。で別になんかまあ今スマートフォンすごく優秀なんで、そもそも写真も綺麗に撮れますし、でその写真も何て言うんですかね、出さないと誰も見てくれないわけですよ。でか撮ってそのまま眠ってるだけで十分もったいないので、それを例えば1日1回でもいいですし、週に1回でも、ちょっと少ないかもしれないですけど、しっかりなんかこういうふうな、見た目ですよとか、大きさが分かるのを載せてみるとかですね、いろんな角度視点からの表紙にしてみるっていうのがすごく大事かなというふうに思いますね。そうですね。で今日もね、お昼どこに食べに行ったときに、まあ、私はあんまり西条のところはそんなに調べてなかったので、なんか美味しいとこないかなと思って、ね、今日はインスタグラムで調べました。インスタグラムで西条のランチとかですね、走ってちょっと入っていて、なんか美味しそうなとこないかなって言って、お店どこでしたっけ、マイトモスイさんですかね、はい、ちょっとなんかエジカラ強そうなとこ、なんかいいなで、そこの、チェックポイント、チェックインのポイントところを見たりとか、お店の名前で検索すると他の人もよく写真撮ってるわけですね。で、なんかこの商品もいっそとかって見て、あ、じゃあここ行ってみようかなって言って、まあ、結果性ですごく大正解だったわけなんですけど、まあ、なんかそういうなんていうかな、いろんな入り方というか、いろんなアクセスの仕方をする人たちが本当増えてきてますと。で、昔はいわゆるその Yahoo とか Google とかでとりあえず検索するしかなかったりとかですね、もっと前だとなんか旅行ガイドブックでなんか見るとかしか、なかった。もう今の時代、まあ、いわゆるその検索ももちろんあるけれども、他にも、インスタグラムに入るといえば、TikTok で入るといえば、あと Facebook とかですね、Twitter とか、まあ、そういった他のチャンネルで入る人たちもすごく増えてきてるんですよ。で、まあ、EC の話もちょっと戻しながらもありますけれども、まあ、いろんなチャンネルから認知される可能性とかっていうのはすごく増えるわけですね。で、そういった時に EC サイト、まあ、作ったけれども、そもそも訪問してもらえないというのはすごくもったいないと思うので、しっかりいろんなチャンネルからの、まあ、アクセスみたいなところもしっかり意識しましょうというところだったりとか、ですね、そこのきっかけみたいなところとかっていうのを考えていけるといいんじゃないかなと思います。はい、これだからまあメディア経済とかもそうですね、同じような話で。やっぱローカルのテレビ局とかって常にもういろんなネタをこう仕入れないと、どん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 その情報番組に成り立たなかったりするんで、そういう意味では自分たちがやってることが他社とどう違うのかとかっていうようなことを SNS とかウェブとかでしっかり発信していると、結局番組作ってる人たちも検索してるのはネットとかなんですよね。
なんで、西条を取材しようと思ったらこんな面白いことがあるみたいなことっていうのはやっぱネットにしか眠ってないですよね。なんでいかにこうネットの中に足跡を残すかというのがすごい重要ですね。はい、そうですね。であとはまあなんか難しい言葉で SEO とかってよく言いますけど、いわゆる検索だけの世界に行ったらそういう、いかに上位表示されるのかみたいなところとか絡んではくるんですけど、正直もはやなんかそこにお金かけるよりは他の、SNS だったりとか他の流入元みたいなところをいかに改革していくのかっていう、今すぐに効果、出てくるというか積み重ね、自分たちの努力によって積み重ねでしっかり結果が生まれてくるんじゃないかって思われるようなところにリソース割いて、うまく勝っている事例みたいなのがすごく増えてきているなと思ったりもしているので、なんかこう何て言うんですかね、私のお話でもこうお金かければ広告のお金かければいいみたいなのじゃなくて、しっかりそこの部分賢くしましょうよみたいなことをしましたけど、なんかそういったこう視点というか戦い方の意識みたいなのはあるんじゃないかな。今話してた SNS の広告とかやられてるところでやられてないとかあると思うんですけど、もう SNS の広告はすごく安くできるっていうのはいいところですよね。そうですね、それにもう何千円とかから持ってますし、で数字に出てきますから、もう基本的にどれだけの人に表示されてどれだけのクリックがあったかっていうことなんです。ただこれも結局じゃあ最コスパがいいようにどうするかっていうと、結局その載せた情報、広告を貼り付けた情報がどれだけ差別化されたいいものかっていうのによってもガラッとパフォーマンスが変わる。そうですね、そうですね、やっぱ全然違いますね。で、広告の効果検証とかもしっかりやっているところとかは、どの写真、例えば同じ情報を出すにしても最初の写真、A パターン、B パターンこれで実際にこう検証してみて、そこからのアクセス数が全然違ったりというのもありますし、あとはそうですね、あとは結構広告もしやるとしたら、ターゲティング結構できるんですね。こういう興味関心ある人たちに当てたいとか、この年齢層に当てたい、この地域に当てたいとか、そういったところのチューニングができるので、そういったところをまた仮説検証していくというのはありかなと。本当インスタの広告なんかはエリア半径何キロ以内で、何歳から 何歳代っていうことができる、男性女性もできるんで、それは一回やってみる、やってないのであればですね、で数字見ていくっていうのは非常に重要だと思います。であとちょっと PR のところでここでの常識がその、いわゆる全国とかネット上での常識とは違うっていうことは常に意識しとかないといけないと思うんですね。自分たちがやってることの常識ってどうしても陥ってしまうんですけど、こんなこと知ってるだろうとかこんなことは知らなくていいだろうとかって思っちゃうんですけど、例えば西条市といえば皆さんやっぱり、私市役所の人たちに最初に聞いた時も、西条市といえば何ですかって言った時に、大体皆さん打ち抜き、西条市は水が美味しいって言うんですよ。ただじゃあネットですごくシンプルに美味しい水地域っていうふうに言うと、こういう検索結果になるんですよ。だから西条市に出てこないんですよ。だから西条市のお水がいかに美味しいかっていうところから説明しないと全国の人に伝わらないんですよ。打ち抜きがこうでとかっていうことも言ってあげないとわからないっていうぐらいの、いわゆるその常識って何なのか。 だけど例えば自分が作ってる野菜のいいところがどこなのかとかっていうのはその人にしか分からない話だし、だからそれが他と比べてどうなのか、じゃあ価格的にどうなのかとか育て方がどうなのかとかっていうようなことはもう説明してあげないと分からないんですよね。でも説明することによってもしかしたらそれにヒットする人が出てくるかもしれない。でたまたまそれがその有名人にヒットしてその人がすごいこれ愛用してますって言ったらドカーンってくることもあるし、それはやっぱり発信しない限り始まらないことですね。そうですね、まず知られないとそもそも始まらないわけなので、出していきましょうよというところが基本ではありますね。で、ちょっとさっきこのですね、ブログの中で説明D2C ブランドで成功させる、これ
まあ、9つ以上出てるんで、ちょっとその中で私もいいなと思ったのは、この2番目にあるミスターチーズケーキって、ここは結構、まあ、私も前から知ってるんですけど、ここのサイトなんか見るとですね、面白いのは、まあまあ、当然チーズケーキの店なんで、チーズケーキがバーッと出てくるんですけど、結構どこもそうなんですけど、あんまりいきなりなんかこれ買ってくださいとか言わないじゃない。世界一じゃなく、あなたの人生最高にとか、チーズケーキのあれですかっていう感じなんですよね。で、こう、まあ、後ろに行けば売ってくるんですけど、じゃあこの、ここがやってるジャーナルっていうとこなんかは、器の話が多いです。だから生活の中にいかにチーズケーキを溶け込ませるかみたいな、でもそこまで考えてるところだから美味しいだろうみたいな、こうもう本当器は器なんですよ。だからこのあたりのマーケティングとかっていうのはすごく参考になるかなっていうふうに思いますね。であとこのスナックになんか、まあ、これあのスナックのサブスクなんですけど、ここなんかのサイトなんかはもうこれもやっぱり体験、おいしいおやつ体験をみたいなところで、まあずっとこういう感じなんですよね。長くこうやってやっていくで、いろんなメディアに取り上げられてますとかっていうような感じで、今割とこういうなんかこう長いの多いですよね。そうですね、まあ、やっぱりその、こういうなんか EC とか、まあ、上足のところでちゃんとこう何ですかね、いわゆる過不足なく、うん、ちゃんと伝える、コアのところをしっかり伝えるっていうのがすごく大事だったりするので、やっぱこう過不足あったりとかするとお客さんがもう購入すると踏みとどまっちゃったりとかするので、しっかり情報を適切に出していくのがすごく大事だと思います。ベースフードなんかもちょっと面白いなと思ったんですけど、これなんかはまあ、タンパク質の話でよく出てくる。ずっとあんまりお金の話が出てこないんですよね。でプロテインとかそういうの話から出てきて、まあ、いかにこう栄養素がどうかとか3つの理由とかそういうのがバーッと出てきて、でまたやっぱり他社からの評価みたいなところでこう医学専門家の推薦とか、まあ、こういうアレンジ楽しみ方とかお客様の声とかが出てきて、で最後の最後に出てくる。まあ、LP の作り方としては最近そういうのも多いですけど、やっぱりなんていうんですかね、まあ、この商品とかお店とかブランドとかが主役じゃなくて、やっぱお客さん側がしっかり主役であって、お客さん側が、どういう、まあ、なんていうんですかね、体験というかどんな、まあ、効果を得られることができるのかで、ベースフードを頼んでる人たちとかっていうのは、まあ、完全栄養食っていうのを話だったりするわけなので、しっかりこうバランスよく取れて、なおかつ、まあ、なんかヘルシーにやりたいとか肉体改造したいとか、でそれによって得られる何て言うんですかね、まあ痩せたからなんかかっこよくなりたいとか、まあ、なんかそういったところとかをしっかり考えた上で、まあ、上下心していくとかですね、しっかりこういうふうになれますよというか、こういう、効果こういう成分があるんでこういうふうになりますとかですね、そういったあたりをしっかりうまく伝えられてるんじゃないかなと思います。まあ、こういう事例紹介するとき、もうなんかこんなのすぐできないよっていうのはもう本当にすぐはできないと思うんですよね。難しいし、だけどやらない限りは進まないので、できる範囲からやり始めるっていうのが重要ですよ。そうですね、いきなりこう何ですかね、爆発的に成功するとかっていうのは、まあ、なかなかないので、しっかり出せる情報を出していくで、そうですね、あとはまあどういう見せ方とか、まあ、ちょっとブランディングの話にはまあちょっとなっちゃうのであれなんですけど、そうですね、まあそうだな、なんかどういうのがいいかな。さっき言ったリトルプリンセスさんとかにも、はい、やっぱ最初に私が話したこのタイトルがすごくいいと思うんですよね。ずっしり贅沢リンゴ食パンっていうのを、これは一言でなんか表されてるじゃないですか。で、そうですね、まあ、特にこのリトルプリンセスの
商品のところとかは、まあ、最初やっぱりそのお客さん側に非日常の、体験というか、まあ、時間を過ごしてもらいたい。でそのために、青森の地域ならではの、まあ、食品とかリンゴというのと、あと自分たちが持っている技術というのを掛け合わせて非日常の、本当にこう、まあなんですかね、食パンじゃなくて、まあ、いわゆるその、まあ、ギフト的にやっていきたいというところで、まあ、贅沢であるとんでるところとか、っていうのもやったり、まあ、そこをこう大事にして作っていったっていうのもありますよね。食パンリンゴで引っ張ってもここに出てきますよね。リンゴ出てきますね。そういう意味ではやっぱりこの最初の概要のところも無駄がないんですね。青森から届けます、青森県青森市のパン屋です、食パン調理パンっていう、もとはずっしり贅沢っていうのが入ってるの で結構割とこれすごいシンプルなんだけど、こういう話とか、あとこのストーリーのところとかですね、美味しいパンをどう作ってるかみたいな、やっぱこうよくできてるなっていう。そうですね、まあただまあ、なんですかね、検索で入ってくるよりは割とインスタグラムとかで入ってくる人たちも意外といて、インスタ開くと開くかな。これインスタで今6500人ぐらい。はいはいはい。まあ、これ多分お店本体のインスタグラムなんであれだな。で、これとかも、なんかこう、なんていうのかな、そんなこう、まあ、私の知り合い先なんてあったんですけど、そんなにこうめちゃくちゃ映えるっていう感じの写真が撮れてるかというと、正直そうでないっていうのは、割と、なんですかね、お店の方とか課題感としては持ったりはしているんですけれども、でも出してるんですよね、まずそもそも認知してもらうために。で、なんかこういうのを販売始めましたとかっていうふうにやったりとかすると、興味持ってくれて、また見てもらったりとかですね。多分これすごいシンプルに上げていって、最初はなんか、まあ、1桁ぐらいしかなかったのが2桁になって20、30になってっていうことに、いかにこう喜びを感じながら発信できるかっていうのに尽きるような気がする。そうですね、うん、でこれやってくださっているのは本当に普通のばちゃんの人さんですね、まあ、写真撮って載せてくれるんですけど、コメント来たらちゃんと返すし、それだけ問い合わせだったらちゃんと対応してるし、なんかそういったこう、なんですかね、身近に感じられる感みたいなところとかもあるんじゃないかなと思います。そうですね。まあ、まあ、こういう感じで一応事例も含めてですね、私たちの方で、そうですね、長くなったんですけど、ここでもし今の話も含めて、なんか質問があればぜひ寄せてもらえればと思うんですけど、いかがでしょうか。ありますでしょうか。なかなかないですかね。はい、なかなか難しいですよね。どうでしょう。誰もない。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと先ほどのサイトの EC サイトの体験型のセットが今こう、それによってお客さんの購入が結構主流だったんですけど、以前は例えばヤフーさんとか楽天さんなんかは、特に、楽天さんなんかは最初にパンパンパン、まあ、例えば、送料込みでどんどんどんとか、例えば魚介類なんかはこの地域でこんなん取れました、こんなんこんなんこんなんって、今ならこんだけセットで何千円ですよというような形が一時期のお互いでしょうかね。今のいろいろサイトさん、例えばブレッド、ベースベッドですかね、サブスクのサイトなんか、このまま選挙の前の、サイトの説明なんか体験型、特にそのお客さんがそれを見ることによって、まあ、お客さんの価値が上がる、特に、顧客の利益、まあ、例えばサブスクもそうでしょうけど、まあ、マーケティングなんかでいうとベネフィットですよね、顧客価値の創造、そういうサイト自体が今、まあ、お客さんの人気なんでしょうか。それともう一点、あと一点は、
あの先ほどベースなんかアマゾンの決済が最後に企業だったと思うんですけど、その中で今決済方法の中で au pay とか例えばドコモとか、まあ、PayPay もありますよね。その中で今例えば初めてサイトを自分で運営した時に、まあ、利益パーセンテージ例えばどっかの運営会社の決済会社を利用するとなると、まあ、3% から 5% ですよね。今その利率でいうと Amazon Pay なんかもそれぐらいで、今一番最初にとりあえず、まあ、決済方法でやる一番、まあ、利益初めて、まあ、やる場合に一番その決済率は、まあ、3% 以下かそれぐらいか、もしくはその程度でどういう決済方法が一番良いのか、まあ、現金決済もあるでしょうし、代金もあるし、この2点ちょっと教えていただいて。まず顧客価値のところですよね。そうですね、あの、まあ、なんかその最初の一つ目のお話でいくと、あの結構そのいわゆる楽天とか、まあ、Amazon とかネットのショッピング、まあ、最近ペイペイモールとかありましたけど、やっぱその EC の、 その立ち位置みたいなところがすごく変わってきてるなっていうのがまず一つあって、あの楽天市場とかって、まあ、あの楽天市場の名前の通り楽天の、まあ、市場、まあ、市場に出すわけですよね。で楽天市場ってある程度こう、まあ、その会員が、まあ、ある程度いて、でそこの中からなんかこう欲しい商品を絞っていくみたいなやり方になるわけなんですよ。で、まあ、そういうすでにお客さんがいるようなところにお店を出すみたいな、まあ、そういう楽天さんの方はそれを売りにしたりしてるわけなんですけど、最近のものだと、まあ、さっき D2C の話がありましたけど、店舗が、もう何ですかね、もう直接あの、まあ、路面店を出すみたいなイメージですね。あのスーパー、ショッピングセンターみたいなところの中にお店出すんじゃなくて、こう路面店を出してそこで勝負していくみたいな、まあ、そういったあのちょっとこう立ち位置みたいなところとかっていうのが、まず一つ違いとしてはあるかなと思います。で、まあ、そうなった時に戦い方は結構違うわけですね。わざわざお客さんがそこのところに行かなきゃいけないとか、っていうふうになってくると、やっぱりあのそれなりにこう例えばお客さんがこうどんなメリットがあるのか、どんな体験できるのかとしっかり考えていったりとか、なんか調べていったりとかするわけです。その時にさっきみたいなこうページがあったりとかして、あ、なんかここでなんかあのやると、なんか自分はあの自分が求めているあのこういうメリット得られそうだなみたいなとか、なんか他の人からなんかこういうあの、使ってみたレビューがなんか投稿されあのあったりとか、使ってみたコメントがあったりとか、あ、なんか自分がなんか近しい、求めているものとか同じ境遇の人がなんかこう使っていていいんだなとかですね、なんかそういったあのそういう情報をしっかりと適切に伝えるためみたいなところで、ああいったこうあのページみたいなものを作られて処理されているところっていうのはかなり増えてきているかなというところではありますね、はい、そうですね、まあ、私も同じような意見なんですけど、まあこれちょっとサイト見てもらったら分かる通りですね。やっぱりまあその楽天市場とか、そのや、まあ、ペイペイモールにするとこういう感じで、見せ方は違うんですけど、結局はまあ何て言うんですかね、まあその入ってくる人は割ともう比較して買う世界だと思うんですよ。だからまあ先ほどあのテレさん言われた通り、どっかのモールに入っていくみたいな、まあ店を構えるみたいな話だから、まあ、よりなんかベンチマークしやすいところがあって、まあ、そこで戦えるんであれば出した方がいいし、まあ、キャンペーン打ったりして、まあ、ただこういうやつですね、仮にその15種類の九州産の野菜セットで価格も出てるわけなんで、じゃあこれに対抗できるうちは18種類出せるかとか、量がどうだとか、いやいや質はうちの方がもっといいんだっていうようなことがこう見て分かりやすく伝えられるんであれば多分勝負できると思うし、もしくはその単純に勝負するっていうことだけじゃなくて、マーケティング的に自分出してみて注文が入るかどうかとか、アクセスがどれぐらいあるかみたいなところで、まあそれをまた、ブラッシュアップさせて、今度逆に自分のサイトの方で活かしていくとかっていうこともできると思うんですよね。だから必ずしもなんかこう売り場だけじゃないと思うんですよね。だからその実際だったらその百貨店のイベントに出るって言ったらお金もかけて労力もかけてやるんだけども、そこまでお金も労力もかけずにネットの世界ではできるっていう部分もあるし、
まあ、ここはもう本当各社さんの戦略によると思うんですよね。はい、まあ、一つ目はそういう感じですね。で、二つ目のところの決済のところはどうですかね。まあ、あんまりそここだわってもなっていうのはあるんですけど。そうですね。まあ、決済で、まあ、いろんな経済圏がありますので、それこそ例えば、まあ、クレジットカードめちゃくちゃ使う人もいれば、あるいは現金派ですねって言ったり、あるいは最近だとペイペイよく使ってます、その方がポイントつくからってやってるし、そういうなんかいろんな経済圏の人たちをいかに、まあ、購入しやすくするのか、参加しやすくするのかみたいなお話になってくるかなと思います。で、そうですね、まあ、そもそもそういう決済の、いわゆる、まあ、流通金額みたいなところはずっと増え続けてますし、で、クレジットカードとかでも 60% 以上あるんですね、今。で、もう伸びてるわけですよ。で、そうですね、まあ、そこの中で、まあ、そんなになんていうんですかね、基本的なところを抑えてさえいれば、まあ、そんなに影響みたいなところと大きく変わらないかなと思っておいて、で、あとはその、いわゆるその決済のシステムを提供している会社によって、結構条件変わってきたりとかしますし、なんかこれは固定費かかるとか、これは手数料やっぱこれくらいかかるとか。するので、うん、なんかだからそこは基本的ないわゆるクレジットカード決済と、そうですね、あとはまあ、まあ代引きとかもある、代引きとか、あと意外となんか最近結構使ってる人多いなっていうのはコンビニの決済ですよね。コンビニ決済意外と多かったりしますし、実際にデータとしても増えてたんで、まあ、そこのあたりをまあ抑えつつ、あとはもし何かこう、なんか取っていくんであれば、まあ、ペイペイとか、まあ、アマゾンペイとか、なんかそういった別の手段に、まあ、使っていくっていうのは、まあ、一つありかなと思ってました。なんか面白いのが、サブスクの契約してる人たち で特になんか主婦層みたいな人たちとかって、何なんか使ってるかというと、まあ、普通クレジットカード多いんですけど、意外とキャリア決済、携帯電話の料金と一緒に支払うような決済手段ってあるんですけど、キャリア決済意外と使ってたりとかして、キャリア決済使うと何がいいかっていうと、旦那にバレないっていうのが意外とあったりしまして、クレジットカードとかの明細出てくるんです。でもそうじゃなくて、携帯電話の料金と一緒に支払っちゃうと意外とバレないから、なんかこう、数百円とか、なんか意外とサブスク課金してる人とかっていうのが、なんか意外と、なんか私ちょっと聞いた話の中では意外とユニークで面白いなと思ってしまって、はい、まあ、だから、EC の世界でいくと、まあ、これは決してこれはもう正解というわけじゃないですけど、まあ、あくまで印象ですけど、やっぱりクレジットカードはもう必須だと思うんですよね。まあ、これはやっぱり所得層もすごい広いんですよね。まあ、それはもうアメックスのもう、ね、もうものすごい高いものを持ってる人もいれば、もう本当に普通にカード申し込んだらクレジットカードついてましたみたいな人もいるしっていう世界がありますよね。で、Amazon Pay なんかも基本的にはクレジットカードを紐付けてる人いっぱいいる話なんで、クレジットカードは必須だと思います。まあ、まだですね。まあ、この先どうなるか分かりませんけど、今言われたみたいにキャリア決済とか PayPay っていうのはどちらかというとやっぱ少額決済向けだと思いますね。やっぱチャージしたりっていうことがあるので、だからそういうものに向いた商材であれば、そういうのに順次広げていった方がいいと思うんですけど、お客さんからすると、例えばクレジットカード持ってない人は代引きがいるよねとか、もしくはコンビニで払うってことが必要だよねっていうのがあるんで、結局いろんなサイト見たらそれがやっぱり一般化してるっていうのはある種の答えだと思うんですよね。だけど、それだけじゃなくてさらに取っていこうと思ったら、それ以外の決済も順次広げていく。じゃあその時にドコモの D がいいのか、au がいいのかとかっていうのは、まあ、条件とそのあれで比べて決めていくってことですよね。そうですね。まあ、カード決済もビザマスの方はまあ安いんで、多分原価でいくと、多分最安とかで 本当安いと 2.4% とか、なんか平均が多分 2.8 とかだと思うんですけど、で JCB とかだと、まあ、やっぱどうしても 3.6 だったりとか、まあ、安いものが 3.4 とか、なんかそういうところでちょっと、まあ、出てきちゃうので、まあ、そういったところのちょっと諸条件をまあ見つつにはなるかなと。あと結構まあ審査で変わったりするんですよね、正直言うこと。手数料率なので、
割となんか、EC とかでやったりとかするときに、もう 5% は絶対かかると。で、それも前提で、まあ、意外と価格設定したりとか、戦い方につけたりっていうのは、まあ、あるかなと。あと、そのさっきその水の話とかいろんな話、常識の話をしたんですけど、それは裏返すとですね、ここでの常識、自分たちが売ってるのが、例えば1個500円で売ってたとしても、全国の人は1個500円で売ってることを知りませんから、そういう意味では、同じものを600円、700円で売ったら詐欺になっちゃいますけど、まあもうちょっとこう商品改良して、600円、700円に付加価値を高めて、売るっていうようなことをやれば、まあそこにその手数料とかそういう部分も加味した、その利益を取っていくっていうことは、できると思います。そうですね。はい、他にございませんか。はい、ぜひせっかくなので、はい、本日は貴重なお話ありがとうございました。私自身まだ勉強中なんで、ちょっと初歩的なこと聞いてしまうかもしれないんですけども、今日はお話があった中の PR の話の中で、ターゲット層をどういうふうに決めていくかっていう話とかもあったと思うんですけども、今ってなんか刺さるところに刺さればって言ったらあれですけど、なんかすごいターゲットをめちゃくちゃ絞った方がいいのか、なんか今後その自社でなんか商品を作っていくとかっていうことになった時に、まあ、なるべくいろんな人に刺さるよりより尖っていった方がいいのかとか、そういうのってどうなんかなっていう、ちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですけども、はい、よく答えていただけたらありがたいです。これ2人でもさっきちょっと話をしてたんですけど、これもやっぱり結局各社さんどう考えるかっていうことしかないんですけど、すごい分かりやすいのでいくと、なんかこう、まあこれ日本人特にそうかもしれないんですけど、すごいなんかもう並んでるとか売り切れてるイコール人気が高いっていう、もう刷り込みが結構あるんですよね。なのでその売る方にとってコントロールできるのは、数はコントロールできるわけじゃないですか。だから本当は1000個出せるんだけども限定100個ですっていう売り方はできるわけですよ。だからそういうのでこうまず見ていくとか、じゃあ限定100個っぽいものは何なのかとか、まあもしくはそのまあ、今農産品の話が出て、農家の方と話してもこれは本当10しか出せないよとかっていうので10個限定ですとかっていう、だけどそれはもう歌う時にはものすごい、これはもう10個しか出せないが、なぜ10個しか出せないのかみたいなことを延々と書いてで出してみるとかっていうようなこととかで、結局その顧客の体験がすごい重要だっていうのは、並んだけどダメだったっていうのも体験価値として残るわけですよね。で、例えば果物であれば秋にしか取れないんだったら、そのまた秋が来る前に早く注文しなきゃっていう次の行動を促すかもしれないですね。よくラーメン屋とかで6席ぐらいしかないって、延々と並んでると延々と並ぶんだけども列が途切れないみたいな。じゃあ20席にしたところでお客さんあんまり入らなくなったみたいなのって多分経験としてあると思うんですけど、そういうのと同じでネットの社会もそういうところはあると思うんですよね。だからいかになんかこう強みの話もそうだけども、その強みをこう、まあ、うまく伝えてうまく演出するかみたいなのも、まあ、割とあるかなっていうふうに思います。そうですね、またなんか絞るのかそれとも広げるのかみたいなところでいくと、もうなんていうんですかね、まあ、EC サイトめちゃくちゃ増えましたと、まあ、コロナ禍の影響もあってめちゃくちゃ増えて、まあ、もはやEC サイトで圧倒的に勝つとかでなかなか難しいっていうのは、まあ、本当にいろんな専門家の先生だったりとか、まあ、有名な人とかっていうのもちょっとまあ言い始めたりはしていて、でその時にどこだったら勝つ確率高いのかっていうところでいくと、やっぱり絞ってニッチなところで勝ちに行くっていうのは割と言われている感じではまず一つあります。はい、私実体験ですけど、すごい肩こりがあれなんで探してたのこの整体枕っていうのに入って、もう延々と追っかけてくるんですけど、延々とこうなんかそのターゲティング広告とかもやってくるんですけど、まあ、こうやってこうセット割りとか
まあ、結果的にはその期間限定の割引の時に買うみたいなことにつながっていくんですけど、その売ってる方からしてみたらある程度の利益率のカバーがあると思うので、まあこれはあのいいか悪いかは別ですけど、価格ってもうその提供する側の価格でしかないじゃないですか。例えばだから利益取れるの2000円だと思ってても、まあやっぱ当然その2500円で値付けしたりとか3000円値付けしたりすると思うんですけど、それからいくと、もうネットの世界でも多分頻繁に起こっているのは5000円罰して3500円で、あの何ていうんですかね、まあ口コミしてくれたらさらにおまけつけますみたいな話とかっていう、そういう世界になってて、まあジャパネットなんかもういい例ですよね。だからどこに本当のその自分たちのその値段があるのかわからないみたいな世界と一緒で、でもネットだからそういうもんなんですよね。で結局だからそれがじゃあ自分たちがどう戦略立てて価格をつけていくか、値引きしたように見せるというか、まあ、値引きするのかとかっていうのは本当にこう考えてやって、でもそれは何度もトライしてみたらいいと思うんですよね。だからそのうまくいくこともあればうまくいかないこともあると思うんで、でもそれは何が大事かっていうと、多分他社と確実に比較されるんですよね。ネットの世界だと検索してくる人が必ず検索するんで、じゃあその人たちが検索する前に自分たちが検索してみて、自分たちがどこで一歩抜き出るか、半歩でも抜き出るかっていうことはやっぱ考えなきゃいけないですね。そうですね。であとはちょっと関連して、まあ、見え方みたいなところも多分あって、例えば、そうですね、まあ、なんかいいんですけど、なんかこう、市場シェア率とかってよく言われるじゃないですか。どれだけの人が使ってますとか、結構まあ日本人やっぱりその、周りの人がどれだけ使ってるのかみたいなところ結構影響されたりするので、なんかこう、この商品の分野で言ったら、シェア率これぐらいですとか、あるいはなんかそれって、こういろんなこう条件を掛け合わせれば掛け合わせるほど、まあ、自分たちが勝ちやすくなってくるというかオンリーワンになりやすくなってくるというのが正直あるので、例えば、まあ、愛媛県でとか、まあ、西条市の中で、まあ、じゃあなんか私のさっきのお昼の話でいくと、西条市の中で美味しいお魚が食べれて、なんかこう海が近くてとか、なんか普通なのもいいんですけど、なんかこうそういう条件を掛け合わせることによってなんかあそこしかないよねみたいな話があったりとか、まあ、なんかそこ、まあ、絞りすぎるとちょっとまあ特定にはなっちゃうんですけど、そこの中で、そこの市場のシェア率ってこれぐらいだよねみたいな、そこがなんか意外に高かったりとかすると注目が高くなりやすかったりっていうのがまず一つポイントとしてあったりするかなと思ったりで、あとはさっき安さんが話してた、ところが、まあ、出てきますね、このやつ、はい、まあ、例えば回線なしってあとはまあさっきその限定 の数の話とかもありましたけど、まあ、限定何個ですっていう出し方もあるかもしれないし、まあ、なんか実態と嘘だとさすがにダメなんで、例えばなんか販売開始して何時間で売り切れましたとか、なんかそういったこう数字というか、こう消費者的にちょっとこう煽られるとつぶられるようなものとかっていうのがどこなんだろうかっていうのを考えながら使っていくっていうのは一つ、まあ、戦い方としてはあるのかなと思います。だからもう100個売ってもいいと思っててもわざと限定20ですよっていう売り方はできるわけですよ、ね、で売り切れにつき500個好評につきさらに20個売りますとかってことはできる話ですよね。それは嘘ではない話なんで、だからまあいかにその辺の戦略も立てるか、さっき その売り上げ作っていくっていった時に、コスかけるっていうことになってくるんで、まあ、そこも含めてですね。でもじゃあ大事なのはその何個を売るためにどういう特徴を持ってるのかっていうこと、それをどう伝えるのかっていうことですよ。そうですね、そうですね、はい、まあ、そこのところでしっかり魅力だったりとかっていうのがしっかりこう、まあ、鍛えられて、まあ、そこにさっきの限定みたいなお話だったりとか、シェア率これぐらいですとか、あるいはこう満足度もありますね。だからこれだけの人が美味しいって言ってくれてますとか、なんかアンケート取ったらこれぐらいでしたとかっていうところを、まあ、ちゃんと事実に基づいて使っていくっていう分にはまあ、なんか武器になってくるんじゃないかなと。
からアンケートを無理やり書かせてはいけないんだけども、アンケート書いてくれるならこれのお礼をしますとかっていうのは許される世界なので、まあそういう意味でその他者からの評価っていうのをどんどん積み上げていく。でこれはまあアンケート書いた方はある方もいるかもしれないんですけど、やっぱり何かもらえると思ったらそんなに悪いこと書かないんですよね、大体。なのでだからそこはまあ戦略としてどうするかみたいなところはある。そうですね、なんでこうなんていうんですかね、お客さん側のこう、まあ、インセンティブというとちょっと難しいですけど、なんかプラスアルファであるから、まあ、協力してくれるとか、あとはそうですね、割とやっぱりそのなんかアンケート取ったりとかヒアリングとかしてみると、結構お客さん側がなんか求めていることもやっぱ分かったりしますし、でまあ、EC とかやっている方であればお客さんすでにいるわけですよ。で、お客さん、そうですね、まあ、食品が分かりやすいんでしょう。食品とかの食べ物系でいくと、どういうの食べたいですかとか、なんかどういう味新しく作ってほしいですかみたいなとか、例えばアンケートで聞いてみて、それのランキング上位順にちょっとやってみて販売しますとか、なんかそうい う, こうお客さんと一緒に作っていく体験みたいなところとかっていうのもなんかできるといいなと思ってましていて、なんか顧客データベースをなんかせっかく持ってるのに、なんかこう全然活かしきれてない人たちとかすごく多いなと思って、で、まあ、まあそうい う, こうもったいなさみたいなところがあるなと。顧客競争感とか私言ったりしたんですけど、お客さん側が、なんか言ってくれたアイデアをベースにして出しましたよ。で、まあ、そういうとなんか一応こう言った側の人たちは、まあ、買ってくれる可能性とかっていうのが高まるかなと思ったりとか、あ、なんかそこは自分たちのお客さん側が言ったアイデアをこうちゃんと聞いてくれてるんだみたいなのにつながったりとか、あるいはもしかしたらなんかその新商品を作るみたいなところの体験、自体を巻き込みながらやってもいいかもしれない。そういったところをつなげていけるとなんか満足度というなんか価値というか上がっていく可能性があるかなと思ったりはします。そうですね、まあだいぶちょうど時間になりましたので、はい、今日の話はですね、まあ、これぐらいで終わらせていただいて、で次回はもう少しまた例えば SNS でどうやっていくかとかっていうのことを具体的にやっていければと思ってますので、まあ、今日もアンケートをですね用意させてもらっていると思いますので、それにですね、まあ、こういう話が聞きたいとかっていうことをまた具体的に書いていただければ私たちとしてはありがたいかなと思います。今日はちょっと2時間にわたりですね、お時間いただきまして、ありがとうございました。はい、はい、ちょっと今日はだいぶこう基本的なところを広く浅くという考え方みたいなところがあったんですけど、なんかこう、なんですかね、もう少しこう、多分皆さん聞きたいのは、これをやればいいみたいな感じだと思うんで、なんか、そうですね、もし次これだなとかあれば、書いてもらえればなと思ってます。まあ、ただ、とはいえ、こう、なんかこれやったから絶対売り上げ上がるとかっていうのは、まあ、ないんで、正直、それぞれやるのじゃなくて、まあ、なんですかね、引き出しを増やすみたいな意識を持ってもらうといいんじゃないかなと思います。では、ありがとうございました。じゃあ、次回も。はい。では、お二人とも長時間